はい、それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は、主にその一変数多項式ですとか多倍長数の乗算や乗与付き乗算のアルゴリズムについて議論しました。で今回から第4章、テキスト第4章の方に入ります。テキストは49ページですね。で第4章のユークリッド誤助法から進みますので、テキストを持っている人はテキストも随時見ながら進めて、話し聞いていただきたいと思います。で、まず 4.1 節が、イデアル乗与感、最大公約値、最小公倍値といった概念の復習になっております。で、一応この授業の前提条件として、筑波大学数学類ですと2年次の代数入門を受けることを推奨しておりますので、一応皆さんここの2年生の時の数学の基本的な知識があるものとして進めますので、この辺よく復習しておいてください。一応今後扱う記号としては以下のものがあります。まず R を可換換とします。でそれからあと、多分去年の代数の授業でやったと思いますが、R のイデアルというのが扱います。それから、イデアルには生成弦という弦があります。それから、R のイデアルには有限生成という概念もあります。あと、これはしばしばこの授業でも重要な概念ですけれども、単項イデアルという、そういう性質を持ったイデアルもあるということを、これは各自復習しておいてください。それからあと、乗与類ですね。乗与類の概念と、それからそれに基づくその乗与感の概念も、この計算基数学としても今後使いますし、多分他の代数、主に代数をはじめとする授業でも使うと思いますので、これは各自復習しておいてください。で、次に定義 4.3 のところでは、これからですね、扱う、ユークリッド誤助法において扱ういくつか の概念の定義があります。で、整数に関しての、に対するこれら の概念に関しては、前回の授業でも、ざっと出しましたので、一応こういったものを使うというのを確認だけしておきます。まず、約弦ですね、ディバイザー、それから倍弦のマルチプ、それから、最小公倍子、頭文字を取って GCD。それから、逆ですかね。最小公倍子。そうですね。すいません。これ、お気づきの方はいらっしゃると、皆さんお気づきだと思いますが、英語の表記が逆になっておりますので、直しておいてください。すいません。間違えましたね。で最小公倍子の方が LCM ですね。それから最大公約値の方が GCD です。あと、単元、ユニット。それから逆元、インバース。あと、規約ですね、レデューシブルという概念がありますので、この辺はここでは詳しく扱いませんので、各自復習しておいてください。あと、注意としまして、GCD と LCM というのは、今、一般に1位ではないんですけれども、特に整数感においては、正の数にすると定めれば、1位に定まることに注意しておきます。注意してください。までいいでしょうか。それでは次のセクション 4.2 の、ユークリッド正規と誤助法に進みたいと思います。で、まず、ここで扱う世界がですね、ユークリッド正規と呼ばれるものですので、その定義から確認しておきます。R を正規としまして、で D を R から自然数とマイナス無限大への写像と置きます。で、この時にこの R がユークリッド正規であるとは、ここにもありますけれども、任意のその R の弦 A と B に対して、もし B が0ならば、R の弦 Q と R が存在して、A が BQ プラス R の形で表せると。で、かつ、この、R と B のですね、それぞれのこの写像 D による値がですね、このようにその、DR が DB よりも小さくなるような R になると。
ということのが、こういう性質を満たす場合に、この R をユークリッド正規と言います。で、この時、この D を、ユークリッド関数と呼びまして、で、まあ、あとは皆さんよく馴染み深いと思いますけれども、Q のことを小と言って、R のことを、まあ、乗与と言います。ですので、まあ、ユークリッド正規代表的なものとしては、一つは整数間ですね。それから、一変数、あ、そうですね、が挙げられます。あとは、有理数上の一変数多項式間もそうですね。で、注意としまして、その一般に、その与えられた A と B に対して、小と乗与が1に定まるとは限らないということに注意しておいてください。まあ、これは1に定まるようなものもあります。で、次に、ユークリッド正規を定義して、次には互いに素という概念を確認しますけれども、これは、まず A1 から AN が R の元ですね。R の元がその互いに素であるとは、その、これらの与えられた数の GCD が単元であることを言います。で、まあ、特にその2つの元ですね、A と B が互いに素のときは、このような直角の記号で表すことにします。ここまでいいですか。はい、以上が準備でして、で、ここからがその今回の話のメインである、まあ、ユークリッド5乗法の話に入ります。で、定理はですね、基本的にはそのテキストの、定理 4.15 なんですけれども、少し形を変えて説明しますので、一応まあ EA という形ですね、ユークリッドアルゴリズムの頭文字の EA という方名前の定理で書いております。で、内容は定理 4.15 とほぼ対応しますので、必要に応じてそちらの方を参照してください。で、ここでは、A と B を整数としまして、で、まあ、代償関係はこのような代償関係とします。で、それからあと乗与付き除算によって、その、まあ、0以上のラムダに対して、この R1 から R のラムダプラス1と、それから Q1 から Q ラムダをまあ次のように定めます。次のようにというのはこういう形ですね。まあ、R0 を A と置いて、それから R1 を B と置きまして、で、R2 以降に関しては、あ、ここですね、R の i を R の i、あ、R の i マイナス1を R の i で割った、時の小を Qi として R、i プラス1をまあ乗与とすると。まあ、そういう、こう、流れで、順に、その R の i とそれから Q の i をまあ定義していきます。で、これを、その、乗与が0になるまで繰り返しまして、で、乗与が0になる手前のステップの、再乗与を0、0でないですね。0でない最後の乗与を R のラムダというふうに置きます。ここまでいいですか。で、この時に、その、まあ、いろいろな性質が成り立つんですけれども、まあ、この授業ではとりあえずこの2つのことを指摘しておきます。まず、1つ目は R のラムダ、すなわち、その0になる手前の最後の乗与が A と B の GCD に等しくということ。それから、2つ目としては、まあ、もし、最初に与えられた数、元ですね、AB って与えられましたけども、B が正ならば、このラムダ、この乗与、順々に計算していった乗与の個数がですね、このような値で抑えられるということですね。ログ5のログ B プラス1と。で、B はその与えられた数なんですけども、ファイは定数です。でこのファイは、2分の1プラスルート5という値でして、で、まあ、小数で近似すると、まあ、1.62 程度の数になります。で、まあ、
以前ですと、その、まあ、じゃあこの2プラス、2分の1プラスルート5っていう数に皆さん何か見覚えありませんかねっていう質問をして、で、こうたまに答えてくれる人がいて、実はこれは黄金比なんですっていう、まあ、種明かしをしてたんですが、残念ながら今日の配布資料には最初から書かれているので、皆さんには最初から答え分かってるわけですけれども、まあ、実はこのファイというのは黄金比と呼ばれる数ですね。で、それからもう一つ言うと、このファイはですね、二次方程式、ファイ2乗マイナスファイマイナス1イコール0の根でもあります。ということで、性質 A の方はまあいいとして、B の方がですね、ちょっと皆さんには分かりにくいかもしれませんが、この B の方は、これはその与えられた数に対して、その何回ぐらい乗与を取れば、その GCD が求まるかということを表しています。ということで、A の方の証明は、これはよくありと思いますし、多分皆さんもしかすると去年の代数学の代数入門の授業でやったかもしれませんし、あとこのテキストにも定理 4.15 に詳しい記述がありますので、まずそれを読んでみてください。で、この授業ではこの B の性質の方を中心に説明します。で、まずここではその B がですね、正と仮定することで、仮定して証明を進めます。で、この時まあ、ラムダが猛正になるんですけれども、まずこれはそのラムダに関する機能法で示します。で、ラムダが1の時は明らかだと思いますので、これはちょっと皆さんで確かめてください。で、で実際にこの証明の中ではラムダは1より大きいとしましょう。で、この時に、i がですね、0からラムダマイナス1に対して、このような不等式を示すことを目標にします。R のラムダマイナス i が、このファイの i 乗以上であると。こういう不等式を示せば、その定理の主張が示せることになります。その理由をこれから説明します。ちなみにファイは先ほど、出しましたこの黄金比の値ですね。で、その理由なんですけれども、実際にその i にラムダマイナス1を代入します。そうしますと、ここにありますように、先ほどの不等式は、左辺が r1 となって、右辺がファイのラムダマイナス1乗となりますけれども、この r1 というのは実は b に等しいわけですね。与えられた a と b の b に等しいわけです。で、このもしこれが成り立つんであれば、この両辺、この不等式の両辺の対数を取ることで、両辺というのはこの、まあ、左辺を b と置き換えますけれども、この両辺の対数を取りますと、ログ b が、ログファイのラムダマイナス1倍以上であるという評価ができます。で、この不等式を、まあ、うまく変形しますと、この結論になる、まあ、この、不等式は得られるというわけですね。ということで、この不等式ですね、このラムダ、R のラムダマイナス i が、ファイの i 乗以上になるという、この不等式を、まあ、機能法で示します。で、これはまず、その i が0の時と1の時と、こう、順々にやっていきますけれども、i が0の時は、ファイの0乗は1で、これはその先ほどの多項式の乗与 R ラムダの定義から、不等式になったやつわけですね。で、i が1の時にもやはり代入しますと、その、R のラムダマイナス1がですね、 R のラムダプラス、1以上になるというのは、これはこの R のラムダマイナス1をその R のラムダで割り算したときですね。まあ、この割り算の式からこの不等式が導かれて、で、これが実際に、R のラムダが1以上ですので、R のラムダマイナス1は2以上になるということで、i が1のときも正しいことがわかります。あとは、その i が2からラムダマイナス1の時ですね、これを
仮定しまして、i がラムダの時のことを示すんですが、このように示されます。R のラムダマイナス i は、このユークリッドの誤助法の定理に使ったですね、その序断の式から、そのこのような、だから R のラムダマイナス i を、R のラムダマイナス括弧 i マイナス1で割ると、まあ、小が Q のラムダマイナス括弧 i マイナス1で、それから乗与が、R のラムダマイナス括弧 i マイナス2になると。まあ、こういう式が、まあ、そのユークリッドの誤助法の序断から成り立つんですけれども、この、小の Q というのは、まあ、1以上の、整数ですので、この Q のラムダ、この Q の部分を1に置き換えますと、まあ、このような不等式が成り立つわけですね。で、でこの不等式の右辺のこのラムダの、R のラムダマイナス i マイナス1とせから R のラムダマイナス i マイナス2に関しては、木の方の仮定から、このファイの i マイナス1乗とファイの i マイナス2乗の和で置き換えることができますので、こういう不等式になります。で、この2つのですね、このファイの i マイナス1乗とファイの i マイナス2乗のところは、ファイの i マイナス2乗でくくります。そうしますと、まあ、1プラス π という因子が現れるんですけれども、実はこの φ というのはどういう値だったかっていうと、先ほどの黄金比でこの φ の2乗が φ プラス1に等しいという性質がありましたので、この1プラス π のところが φ2 乗に置き換わると。そうするとこの部分を最終的にはこの φ の i で下から φ の i 乗で下から評価することができるということで、そのまあ木の方の主張が示されるとなります。まあ、そんなに難しくない評価だと思いますので、まあ、これはちょっと皆さん、この授業の後ですね、各自、復習しておいてください。それからと、まあ、以上が、まずこの定理の説明なんですけれども、尾行としまして、その K を対とするときに、その、まあ、対上の一変数多項式間ですね、この対上の一変数多項式間は、そのユークリッド関数を、この、まあ、多項式の次数で定めることで、まあ、ユークリッド正規になりまして、あと、ユークリッドの誤助法も成り立つということを指摘しておきます。それから、あと、これに基づく、その、まずユークリッドの誤助法のアルゴリズムを、こちらに示しておきます。で、ここでですね、その今までなかった新しい記述としましては、このファイルという文ですね、だと思うんですけれども、これはどういうものかというと、このファイルの後にですね、式がありまして、この式が成り立つ間は以下の処理をしなさいと、続けなさいという意味を持つ制御コードです。まあ、一種の繰り返しの一種ですので、覚えておいてください。この場合ですと、具体的にはどういうことをするかというと、まずですね、F を R0 を F と置いて、R1 を G と置きます。で、I を1と置くと。で、I が0でないならばっていう状況なんですけれども、今、最初の段階で I には1が入っていますので、まあ、R1 が0でなければ、次の処理を行います。どういう処理かというと、R の i マイナス1を R の i で割りなさいと。で、その小を Qi と置いて、乗与を Ri プラス1と置きなさいと。ということですね。ですので、まずこの i が1の段階では、まずこのステップ A で割り算を行って R の2を求めたということになります。で、その後にこのステップ B で i に1を加えて、それは新しい i としなさいと。ておりますので、今度は i を2と置くと。で、それでこのファイルにまた戻って、今度は r の2が0かどうかっていうのをチェックして、r の2が0でなければ、また次の割り算を実行するという繰り返しを行います。で、最終的に、ラムダ
ラムダですね。あるラムダで、例えば、R のラムダプラス1がまあ0になったとしたら、まあ、ここでそのファイルのループを抜けて、で、R のラムダを GCD として返すというアルゴリズムになっております。ここまででしょうか。はい。それでは、その次のですね、セクション 4.3 の拡張ユークリッド誤助法に進みます。で、まずはその何が拡張、どこが拡張なのかっていう話ですね。で、これは我々、その数学域の中で話していても、時々代数の先生から質問を受けます。で、拡張ユークリッド誤助法というと、何が拡張なんですかって聞かれるので、一応、数学類では教えてますということで説明してるんですけれども、どこが拡張かというと、まず先ほどのユークリッドの誤助法から、まあ、与えられた AB に対して、その、まあ、GCD、AB の GCD である D を計算したときに、まあ、この D がですね、この A と B の、その、に何かの線形結合ですね、このような形で、ある S と T という整数が存在して、D が A の S 倍と B の T 倍の和になるということが、まあ、示されております。で、この S と T を効率的に計算すると。すなわち、先ほどのオリジナルのユークリッド誤助法ですと、まあ、基本的には AB が与えられたときにこの D を計算するというものだったんですけども、同時にこの S と T も計算するというの、効率的に計算するというのが、この拡張ユークリッド誤助法の拡張の部分です。で、そのですね、どうやって計算できるかということを、まあ、定理の形で示します。これはですね、テキストの方には、まあ、定理とは書かずにアルゴリズムをまず出して、で、後からそのいろいろいくつかの定理で、その、拡張ユークリッドの誤助法の性質を示しておりますので、一応、まあ、ここでは先に定理の形で示しておきます。設定は、まあ、A と B を整数とします。で、あと、常用付き序断を使って、その、まあ、0以上のラムダに対して、このまず R1 から R のラムダプラス1と、それから Q の1から Q のラムダというのを、先ほどのユークリッドの誤助法と同様に求めていきます。で、さらに、この S0 から S のラムダプラス1という整数と、それから T0 から T のラムダ1という整数を、まあ、次の公式で決めます。それがこの公式なんですけれども、まず、インデックスが0のときは S0 を1として T0 を0としなさいと。で次にインデックスが1に対しては S1 を0と置いて T1 を1としなさいと。で、以降ですね、まあ、i がそれ以上どんどん続けていくときには、S の i プラス1は、S の i マイナス1から、Qi 倍の Si を引きなさい。それから、t の i プラス1は t の i マイナス1から、qi 倍の ti を引きなさいというふうにして定めます。で、実はこの定め方というのは、その乗与ですね、ri を定めるときと一緒のやり方をやっておりまして、この、乗与 ri の定め方のはどうだったかというと、その ri マイナス1を ry で割った時の乗与を ri プラス1としなさいということだったんですけれども、まあ、この時に同時に同じ方法で si プラス1と ti プラス1も決めることができます。ですので、まあ、実際皆さんこれから計算する中ではこの乗与をこうやって計算した時に、まあ、同じようにそのこういう ri と si と ti の三つ組みで計算することが計算すると結構楽に進めると思いますので、注意しておいてください。で、この時に、次が成り立ちます。と、成り立つ性質はですね、実際には他にもいろいろあるんです、ありまして、で、テキストの中でも今後のいくつかの定理でもっと詳しく説明しますけれども、とりあえずここではこの2つの性質だけ紹介しておきます。
まず1つ目はその先ほど申し上げましたその拡張ユークリッド5乗法の拡張の趣旨に沿ったものでして、まあ、あの i が0からラムダプラス1に対して、Ri、この乗与の Ri がですね、この、A の Si 倍と T の、あ、B の Ti 倍の和に等しくなると。まあ、こういう形で表すことができると。で特に、先ほども述べたように、その、S ラムダと T ラムダを使うと、まあ、GCD、A と B の GCD をこのような形で表すことができると。というのが、まあ、一番目の性質です。で、2番目の性質は、このような形でその Ri をですね、Si と Ti の、セット A と B の積和で表したときの、その Si と Ti の大きさがどのぐらい大きくなるかっていうことなんですけれども、もし A が0より大きければ、このように、Ti の絶対値は A 以下で抑えられて、かつ Si の絶対値は、B で抑えられるということが、知られております。でさらに、A が1より大きくかつ B が正ならば、もっと小さくできると。これはラムダですね。これは GCD に対してはこの T のラムダを、2分の A、絶対値が2分の A 以下、それから S のラムダの絶対値が2分の B 以下で抑えられるということも示されております。一応、1番の性質についてはざっと紹介しておきます。これ、機能法を使います。で、R が、I が0のときは OK ですので、これは各自で確かめておいてください。で、次に、I が、2からラムダプラス1のときですね。で、まあ、I マイナス1番目までこれは成り立つと仮定します。そして、RI、この Ri を求めたときの割り算の式をこう書きます。Ri というのは、R の i マイナス2を R の i マイナス1で割った乗与でした。で、その時の小は Q の i マイナス1と置きました。で、この時に、R の i マイナス2と R の i マイナス1を、その、まあ、機能法の仮定に従って、このような形で、この、A と Si と Ti の、あ、A と B か。A と B と Si とか Ti の、和に展開します。まずそうすると、こういう2行目の式ができるわけですね。で、これを展開して、今度は、その A と B でくくります。これは3行目です。そうしますと、こういう形になると。ということで、実は、これっていうのは、A の係数、A にかかっている式が、実は Si の定義になっていて、で、B にかかっている式は Ti の定義になっていて、あ、これは、I 番目の時にも、公式が成り立つことが示されたんだなということがわかります。ので、もう一度これ、後で各自で確認しておいてください。それから、あと2番目の性質は、ちょっと、ここでは若干、時間を使ったりするので、ここでは省略します。もしかしたら、次回以降の授業で触れることがあるかもしれません。ここまでいいでしょうか。で、一応この定理、この拡張ユークリッドの5乗法ですね、アルゴリズムの形で、示したのが、こちらの、アルゴリズムです。で、まあ、入力は、まあ、R の弦 F と G で、で、それに対して、出力として、まあ、D と S と T を返すと。で、D は F と G の GCD で、S と T は、その、まあ、それぞれ、ここですね、XF プラス TG が D に等しくなるような、値ですね、を返すというのが、このアルゴリズムです。で、中身はですね、まあ、ユークリッドのアルゴリズムに若干、その S と T を計算する部分を追加した形になっております。1番目のステップでは、これ全部、R0 と R1 と、それから S0、S1、それから T0、T1 を定義している部分ですね。で、2番目が実際のその乗与の、計算になりますけれども、まあ、Ri が0でない間は繰り返す。で、ステップ A は、これは先ほどのユークリッドの5乗法と全く同じで、R の i マイナス1を Ri で割って、で、その小を Qi として、乗与は R の i プラス1を置きなさいと。
で、次の B のステップがこの SI と TI を計算する部分ですけれども、この部分はその基本的にはその R の、すみません、ここインデックスがちょっと間違ってるんで、直しておいてください。この引かれる部分のインデックスは、これ本来は S の i マイナス1と T の i マイナス1ですね。で、まあ、基本的にはその R の i プラス1を導いたものと同じような操作で、この S の i プラス1と T の i プラス1も計算できます。で、まあ、C の部分でこのインデックスを1加えるということを行いまして、まあ、R 乗与が0になるまでこれを続けます。で最後終わった段階で、まあ、R の i が0になった段階で、その一歩手前のですね、その R と S と T の値を返すというのが、この拡張級という情報のアルゴリズムの終わりの部分です。ここまで質問ありますでしょうか。いいでしょうか。はい。あ、で、例題を一応載せておきました。これはテキストの、例の 4.23 ということですので、54ページですね。テキストを持ってきた54ページを見てください。で、ここでは、整数感情で、F を119として、G を35とした場合の、その、拡張ユークリッドの互助法による、RI、SI、TI の計算例が、あります。で、実際にその、まあ、計算をですね、トレースしてみましたので、まあ、確認してください。まあ、R0 を119と置いて、R1 を35と置きます。で、あと S0 は1で T0 が0。それから S1 が 0A、T0 が1ということで、この R、まず R2、S2、T2 を計算するんですけれども、これはその R0、S0、T0 の組から R1、S1、T1 にその小、最初の小 Q1 をかけたものを引きます。最初の小 Q1 は、119を3で、35で割った小でして、これ3ですので、こういう形で、その、まあ、これ、ベクトル空間ではないんですけれども、まあ、ベクトルと同様にして、その、まあ、各成分の、これ3倍ですね、これ3倍を引くという形で、これがその、R2 と S2 と T2 の組になります。で、以下同じように、R3、S3、T3 も、この、なんだろう、次の割り算を行って計算すると。で、同じようにずっと計算していきますと、最後、R4 が0になるんですかね。うん、R4 が0になりますので、そうするとこの段階で、その、F と G の GCD が、その R3 の7ということが分かって、それから、その S3 と T3 がそれぞれマイナス2と7ということで、これらをそれぞれ F と G にかけるとちょうど7に等しくなることが分かると思いますので、各自で確かめてみてください。はい。ということで、まあ、今日は、これが、一応、これ、今日の授業のまとめなんですけれども、一応今日は、可換間の基本的性質の復習といいますか、今後出てくるので、一応復習しておいてほしい事項をチェックしておきました。それから、今回は主にそのユークリッド互助法の説明、それから拡張ユークリッド互助法のアルゴリズムの説明を行いました。ということで、あと、まあ、次回以降はですね、これから拡張ユークリッドの互助法の応用が、応用例がいくつか出てくると思いますので、まあ、その辺を、こう、順番に、順を追って紹介していきたいと思います。まあ、何か質問はありませんですか？じゃあ、とりあえず、ひとまず今日の講義はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。